強制性交、いわゆる強姦ですね。無理やりやったっていう。検察側が1名いました。で、裁判長がいまして、裁判官、一番偉い人が真ん中に座りまして、で、左右に裁判官いました。裁判官合計3人ですね。で、弁護人が、弁護士1人ついていて、強制性交をやらかした被告人が、座ってまして、被告人の席に座ってまして、で、そこに、警察ではないんですけど、法務省の、ごっつい、マッチョの人たちが、二人、被告人を挟むように座ってます。法務省のバッジがついてまして、警察ではなくて、正しくは何て言うんだっけ、なんだっけ、忘れました。忘れしました。で、手錠とお品をつけられてて、で、被告人の、裁判官から、ね、どうしてやっちゃったのかっていうのをね、いろいろ、問いただされます。で、検察官からどんどんね、あなたはこういう点悪いでしょ、ね、もうまたやらかすでしょ、みたいな、かなり厳しく責め立てられます。で、傍聴席は、見に来てる人、裁判ウォッチャーがね、います。で、私が行った日も、阿蘇山大噴火がいました。あの人ね、私2回見てますね。2回別の日で見かけてますね。で、今回見てきた強制性交等の事件の、加害者が、裁判が始まってから、手錠付き、腰縄付きで、法廷に入ってきます。で、入ってきたのは60代のおじいちゃんでした。白髪混じりでメガネをかけていました。あれ、もう、そろそろ、性欲を衰えてきた頃なんじゃないのっていう、そういう60代ぐらいのね、結構おじいちゃんがいました。で、そのおじいちゃんが、女性に強制性交してしまったっていう話ですね。で、いろいろ法廷で、検察と裁判官と被告と、弁護士と、みんなでいろいろね、話し合いをしていくんですけれども、この人がまたとんでもない人で、結婚してました。60代ぐらいのね、おじいちゃん。結婚して、妻がいるのに強制性交をしたっていう、いやー、やっちまいましたなっていう感じですね。うん。もしかしたら60代で、もう相手の、結婚相手ですね。妻が、配偶者ね。妻が、もう60代ぐらいで同じぐらいだとしたら、ちょっと性欲を衰えてきて、夜の方がね、寂しくなってきたのかもしれないですね。うん。もちろん、やっちゃいけないので、アウトです。うん。被害者と、加害者の間で、示談が成立したようです。弁護士うまくやったなっていう、そういう印象ですね。一発なのか、二発なのか、三発なのか、何回ね、セックスしたのかわかりませんけれども、金額が、示談金250万円。高いと取るか安いと取るか分からない。うん。これもし風俗場だったらもう、超高級取りですね。250万円。でも無理やり強制性交す、ね、無理やりセックスさせられた被害者からすると、もしかしたら5年先、10年先も、男性恐怖症で悩んでいくかもしれないんで、この250万が高いと取るか安いと取るかはわからないですね。人それぞれですね。で、示談金250万円払ってまして、民事裁判終わって、もうすでに、支払いが終わったそうです。で、弁護士としては、被告人が250万円の示談金払って、加害者と被害者の間でね、被告人と、被害者の間で示談が成立しているので、もうこれ以上は、あんまり罪を重くしないでくれと。反省しているからこそ250万円払ったんだよっていうふうに言ってました。ということで、そもそもやるなっていう話なんだけれどもね。で、結局、その後の話なんですけど、いろいろ聞いてたら、この男性、60代のおじいちゃん、60代ぐらいと見られるおじいちゃんね。白髪交じりの、ヨボヨボ
になりかけてるおじいちゃん。家にいくらあるかわからない。そうです。妻に全部任せているって言って、結局妻が、大部分、半分なのかわかんないけど、結構な金額用意したそうです。で、足りない分のお金は、あちこちに借金して払ったそうです。で、このおじいちゃん、仕事は何してるのかって言ったら、休業中、つまり働いてない、ということでした。で、しかも子供がいると。妻だけじゃなくて子供がいると。学費が払わなければいけないし、子供の子育てする生活費も必要だし、あんまりね、刑務所に長くいたら、家族が大変だからと。家族養っていけねえからっていう、まあそういうね、ちょっと、なんかずるい言い方をね、してました。弁護士と相談してね、そういう風な作戦でね、刑を軽くしようとね、してました。で、弁護士の、弁護士及び被告人の主張としては、刑を務めたら、仕事をまたすると。まあ、解体業とかね、やるそうです。力仕事をやるそうですね。うん。パワーありますね。うん、はい。年取ってるのにね、パワーある。やっぱり夜のパワーもあるんだろう。そうですね。あるんだろうね、と思います。次ですね。